ジョイムギタースクールギターコーチのミツです。今回は初のプレゼント企画を開催します。まあ普段はほとんどレッスン動画しかアップしないんですけども、たまにはね YouTuber みたいなこともやろうと思って企画しました。なのでギターを持ってますが、今日はギターは弾きません。でなんでギターを持って話してるかというと、これはギタリストあるあるなんですけど、なんかねギターを持ってないと落ち着かないみたいなところもあるんですよ。イメージ的にはね、まあ、裸見られてるみたいな感じで、まあ、ギター弾く人はちょっと経験あると思うんですけども、何も持ってないとね、なんかちょっとあたふたしちゃってね、しっくりこないんで、ギター持ちながら話します。それでプレゼントなんですが、まあ夏ですし、かっこいい大人の T シャツになります。でなぜ T シャツにしたかというと、まず一つが、大人のギター好きが普段着れるかっこいい T シャツが少ないような気がするんですよ。なので、作ろうかなっていうのが一つ。二つ目の理由が、以前10代の生徒さんにレッスンしてる時に、ブルースって何ですか？新しいレストランの名前ですか？って聞かれたんですよ。これはね、ちょっとね、ショックで、ブルースっていう言葉すら知らない世代がいるっていうのがね、ちょっと悲しかったんです。なので、今回の T シャツにはブルース関連のロゴが入ってます。別にブルースを好きになってもらわなくてもいいんですよ。ブルースが好きとか嫌いとかね、僕が好きとか嫌いとか、そういうのはどっちでもいいんですけども、ブルースっていう言葉をね、知らない、若い人がいるっていうのが、ちょっと切ないというか悲しいので、こういう風に、ブルースの関連の T シャツを作ることにしました。で好きなものって皆さん友達に勧めると思うんですよ。この音楽かっこいいよとかね、このゲーム面白いよとか、このレストラン美味しかったよとかね、それと一緒です。僕もブルースが好きなんで、ブルース面白いよってこう勧めてるだけです。でもブルースに関するロゴをね、ただ T シャツに入れても面白くないので、今回はなんと友達の有名なデザイナーにデザインを依頼しました。これはすごいですよ。ニューヨークに近代美術館のMoMAっていうのがあるんですけども、そこに展示された人物です。その人にデザインしてもらいました。というのも、デザインがかっこよければブルースを知らなくても、そのうちいろんな人が興味持つかなっていう容易な考えからです。とはいえね、一方的にデザインを考えて作っても何か芸がないので、とりあえず3パターンのデザインを作ってもらいました。で、視聴者の皆さんにその3パターンのデザインの中からかっこいいとか好きなデザインを選んでもらって、一番人気になった、デザインを作って抽選でプレゼントします。まあ、投票方式です。で3つの、3パターンの、ね、デザインなんですが、まずは1つ目 A のパターンのデザインがこちら。これね、これもかっこいいんですよ。で2つ目の、B のデザインの、T シャツ、これがこちら。これもまあまあシンプルでいいんですよね。で3つ目、3つ目の、C のデザインは、こちら。これもねファンキーな感じでかっこいいんですけども、この3つのデザインの中から1つ、選んで投票してください。投票してもらった方の中から抽選で10名の方に一番人気になったデザインの T シャツをプレゼントします。で応募方法なんですが、公式ブログから応募できるんですけども、公式ブログの URL はこの下のね、概要欄とか、今 YouTube 見てる方はここにピュッとカードが出てくると思うんで、ここをクリックとかタップしていただけると、その応募フォームにね飛びます。で最後に、もう一度3つのデザインを確認すると、これが A のデザインで、これが B のデザイン、これで、これが C のデザインになります。ここから一つのデザインを選んで、投票してください。で投票とか、応募のね、プレゼントの応募のフォームは、この下の概要欄に URL が貼ってありますので、そこをクリックとかピッてタップしていただければ、応募フォームに飛びます。
皆さん、たくさんの応募をお待ちしております。チャンネル登録してね。ここをクリックしてチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。